おはようございます。速稼塾の久保です。今日ね4月あじゃあ6月12日なんですけども、朝4時41分です。なんとね、私のアカウントが削除されてですね、まあ全部じゃないですけども、トランプ大統領のことを語った動画がですね削除されましてね、で警告を受けました。で私1週間動画のアップロードとかライブ放送ができないというペナルティーをね受けてるんですよ。ですので1週間ね、残念ながら別のアカウントからお届けすることになります。まあ、こちらはプロダクトローンチといいまして、私がビジネスをしていた時にね使っていたチャンネルなんですけども、そんなにたくさんの動画アップロードしてなかったんですよね。まあでもこういうことがあってこのチャンネルが使えるようになって、まあ良かったかなというかね、なんということでしょうということでございます。まあ皆さんもねご用心ください。1週間ちょっとこちらの方からお届けしますんで、よろしくお願いします。